取れるんですか。私のゴールドフィンガーで。でもラップ越しにチューしましょう。どこまでですか。もう勝ちましたね。簡単。待ってください。響きだったら何でもできる。おい、ほい、ナイス、やった。それじゃあトミ第2回戦開始です。リベンジいきましょう。はい、まあまあでもね、やっぱり大月さんにも頑張ってもらわないとね。そうですね、はい、頑張って、まあ、いい勝負しましょうよ。はい、うん、でもまあもう男性のね、男性のっていうかファンの皆様に、はい、やっぱちょっとどこね見てもらわないといけないから、もう僕のあれはもういい、犬はもうええでしょ。これあなた負けたら次どうします。全裸ですよね。あ、わかりました。全裸で犬ですよね。はい、うん、やりますやります。全裸で潰される。ご褒美で、ご褒美ですよ。いいんですか、これで喜ぶだけです。私が面白かった。はい、わかりました。じゃあそれでは引き続き、じゃあトミーからまた選んでいただけますか。女優さん、ちょっと先に女優さん選ぶもね、大月さんやったからあかんかったんかな思って。なんでなんでですか。最初さっぱなで出たじゃないですか。もう一回選びますやん。誰にするんですか。私だ。はい、もちろんですよ。愛があるな。じゃあ大月さんは、じゃあ私はさっきゆうちゃんだったから。ランダムもありますよ。あ、ランダムも。いやでも選んでもらいたいです。あ、まあ、選んでもらおう。え、どうしよう。じゃあ友達の。あ、はい、そりゃそうなりますか ね。じゃあ畑野さんで。どういたしまして第2回戦、はい、もう最後の勝負っすよ。そうっす、絶対いきます。やりましょう。はい、やります。スタート。ひと塊出玉勝負です。よし。でも旗の選ぶと出るっていうフィックスは、はい、ファンの皆さんから聞いたんですけど、はい、本人もギャンブラーですし。なるほど、うん、勝利の女神ですね。そうなんです。大月さんね、うん、フルマラソン出たことあるでしょ。あ、出たんじゃなくて、フルマラソンの撮影をしました。あ、そうなんですね、はい、フルマラソンの撮影。大会には出てないです。へぇ、スポーツ得意なんですか。スポーツはね、基本的にはヌンチャクですもんね。ヌンチャクは得意。あのボール使うものは苦手です。あ、けど、なるほど。スノーボードとかは毎年10回ぐらい行ってて。あー、ボール、球技がダメなんだ。球技がね、ドッジボール以外苦手で。スノボーは得意なんですね。スノボードとか水泳とかは得意。あ、水泳は10年やってました。じゃあバタフライなんかまでいけちゃう。バタフライできたんですけど、ヘルニアになってやめました。ヘルニアになるじゃん。よっぽどやってたの。よっぽど、はい、すごいやってました。はぁ、ね、育成選手みたいな。あ、まあ、なってないけど、なんかその地域の大会とかに出たりとか。おー、すごいな。今でもスポーツされるんですか。今はスノーボードをずっとやってて。じゃあシーズンですね。もうね、3回予約入れてます。あ、すごい。1月に3回、まあ、今年はね、雪も多いからね。そう、あと撮影もするんですよ、スノーボードの。おー、 DVD で。しかしでもあれですね、大月さんやっぱ実物の方が本当お綺麗ですね、この写真、写真より。そうなんですか。いや本当に嬉しいです。あのファンの皆さん、あのもしね、写真とか動画だけでしか見られてないんだったら、ぜひやっぱり生身にお会いした方がいいと思います。イベントもよくやってるので、ね、大月さんは、ね、ゲオ TV の喘ぎ声がセクシーだと思う AV 女優アンケート第1位を獲得されてる。そうなんですか。はいはいはい、すごい。10月、今年の10月9日に。わあ、すごい、ありがとうございます。嬉しい。一番が好きです、やっぱり。そりゃそうだ。喘ぎ声がセクシー、声って大事ですよね。僕はでもやっぱどっちかでちょっと押し殺す方がいいかもしれないですね。何を、うん、みたいな、こうやめろよみたいな感じの。あんたやめろよ、好きやん。なんかもうなんとなく分かりましたね、どういうのが好きか。ああ、そうですか。僕全く分からないです。操作感で、はいはい、そう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 、無理やりが好きで。そう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 、ね、今ちょっとだけ軽蔑する目で見てましたけど大丈夫。ちょっと出ちゃいます。大丈夫、慣れてるから大丈夫やね。うん、今なんかちょっとほんまにお物を見るみたいな。大月さんから男性を口説きにかかることなんてないんです。それがめちゃくちゃ奥手なんですよ。あ、なるほど。だからいいなと思っても声をかけれないタイプなんですけど、はい、まあむっつり系ですよね。その自分が、自分がむっつり、むっつりだなと思うんですけど、でもなんかこうちょっと小悪魔っぽくこういたずらするのは好きです。あ、男性に。今まで付き合った方でもうタイプバラバラですか。バラバラです。
年上年下とかも関係なく。関係なく、あ、でも私がどんどん年を重ねるごとに下が好きになってくる傾向あります。なるほど、はい、かわいいですよね。ダメにしちゃうタイプじゃないですか。そうですかね。ダメですよ。どうだろう、みんなでもなんか付き合うと仕事を辞めちゃうんですよ。あ、それほら出た出た、ダメにしちゃうタイプだ。骨抜きにしちゃってるよ。なんかみんな仕事辞める。世話しちゃうでしょ。あ、でもそんなお金見ついだではないですよ。靴下履かしたりしないですか。履かせたことはあります。あ、でしょでしょ。僕ね、調べてるんですよ。え、そうなんですか。こういう番組のトークでね、うんうん、どういう女性がダメにしてみんな彼氏が仕事辞めていくっていう。やっぱそうなのか。その共通項が靴下履かせるっていう。撮影中も汗がすごい出てきたんですよ、暑くて。はいはいはい、はい、汗をこう拭いながら撮って。ああ、この撮影の時、撮影の時ガムなので。大月さんわざと振ってるでしょ。え、喜びますよ。汗の話でですか。喜びます。でしょ。必要以上に反応したら見ます。え、見てなかった。汗この人ね、なんかこんな綺麗な人がみたいなのに興奮するんです。そうなんですよ。変態ですね。超ドキュメント。あ、いい顔だ。あ、いい顔だ。あ、可愛いですね。もう一回って顔もいいですね。もう好きだったよ。あ、好きだった。なんで。あ、好きだった。来て、あ、来た。あ、こっちに来てだって。おお。キスが見れる。してるでしょ。あ、めっちゃしてます。ベロベロ。美人やな。やばい、めっちゃ笑っちゃうんですけど。まあ、いつも見てますからね。畑野さん美人ですね。でも美人ですよ、ね。あ、いけるのか。いけた。やばい。これモノマネしますわ、本人の。はいはい、直接やってあげてください。畑野にやります。なんか畑野さんってサバサバしてる感じですか。いやいや、そんなことはないですよ、うん、おもろい人です、なんかたまに芸人さんなのかなって思います。畑野ジューシーチャンスタイム。はい、突入。100回の時短ですね。まだ単発あたりでもね、100回時短が必ず続きますから、すごい遊びやすいですよね。そうですね。100回やったらやっぱなんかやれんちゃうかっていうのになりますもんね、気持ち的に。やっぱ我々もでもね、ホールでやっぱりその商品構成を考えるときにどうしてもこのゾーンの機械って欲しいんですよね。そうなんですよ。まあ今まで全部この240分の1台でやってきてますから、うん、何も変わらないってところもまたいいんじゃないですかね。そうですね、うん、やっぱりこういうのっても機械もね、変えてしまうとおかしくなるパターンが多々ある。うん、それだ。三世さんはもう貫き通してるって感じですよね。めちゃってか。あ、すごい純粋と噂の愛香さんですよ。はい、あ、出ました、はい、かっこいい。可愛いですよ。あ、まただ、また。あ、当たるわ。これだ、またこの。これ当たるわ。キララちゃんの。わ。センサリーチ。激チカゾーンだって。わあ。長い。これ真似してください。写真撮ろう後で。本人の前お願いします。本人にめちゃくちゃ真似しますわ、はい、わー、おーい、もう上に上がった。え君のマストレボリューション。イエーイ。
リーチが。わーい、今のあのみんなの中でも大月さん目立ってますね。え、そうですか。はいはいはい、すぐ分かりました。分かりました、はい、やったやった、うん、え、なんかちょっと熱そう。え、あ、部長言うだ、部長言うだよ、来たー、ようやく当たりそう。まあ、落ちてここはね、当てないと始まらない、うん、大丈夫、うん、あ、当たってないかどうかな、ちょっと見えないんですよね、はい、そうですよね、うん、どんな感じか今多分熱いリーチ来てます、来てる、外してくれるかな、外さないよ外してほしいな。なんかそういえばこのグアムでの撮影の、はい、休憩時間とか休みの日にバンジーしてる子いました。バンジージャンプ、おお、大月さんバンジーしない？あ、絶対しないです。なんでですか？嫌ですよ、そんな手から足が離れるなんて。あんまああいうのは苦手。多分絶叫嫌です。あ、絶叫もダメ、ダメダメ、 NG、 NG、 飛行機はいいですけど、ヘリコプターとかはダメ。でも結構無茶な要求されるでしょ。なんかね、番組とかであるんですよね、たまに。なんかバンジーやるとか。絶対やだ。お金払ってでもやだ。ギリギリ頑張った、そういうのって何ですか？え、おー、すげー。ヘリコプター。これ、いいっすね。ちなみに、みんなの顔が合算してさっきの顔になったっていう。あった。あの、なんかね、ありますね、そういうの。イブのご予定は？イブは、女優さんの友達たちとホームパーティーしてます。お、嘘ですよね。ほんと、ツイッター載せますから、インスタと。あ、マジか、はい、それ前撮ったやつです。やば、違いますよ。いいですね、うん、何するんですか？ホームパーティー、ご飯食べる。ゲームしないですか？ゲームゲームはしないんじゃないですか？ウノとかしないですか？ウノ、でも女子トークですよね、多分ずっと。すごい中身興味ありますけどね、女子トーク。もやわ、すごい話ばっかりします。なかなか濃そうですよね。そうかもしれないですね。クリスマスは何するの？それが、はい、スノーボードウェアを買いに行くっていう。誰とですか？畑野と、あともう一人女の子と、と3人です。3人で冬スポに行こうっていう話を、昼間です。で、夜は何もなかったんですけど、それはその3人がおるじゃないですか。別組でまた誰か。そんな冬スポデートなんてします？普通に買い物行きますよ、女子だけで。あの、撮影で使う衣装を買いに行くんですよ。やった。あ、そんな買わないといけないんですか？なんか、あの、言われた衣装を買わなきゃいけない。用意してくれたらいいですよね。あ、違うんです、私たちこだわりあって。あ、なるほど。こだわり出たじゃないですか。出ちゃったから。いいじゃないですか。あ、こういうテイストで買ってきてっていうやつですね。なんか白以外でって言われて白を持ってたんで。なるほど。別の色買おうかなって。大月響きが一人なわけないんだけどな。一人です、本当に彼氏いないです。こんな美人が一人でいたらね、世の中おかしい、ね、欲しいと思わないですか？めっちゃ欲しいですよ。欲しいんだ。めっちゃ欲しいです。いやでもね、うん、お付き合いしたいっていう人いっぱいいると思うよ。いや、そらそうや。いますか？やっぱり理想が高いんですよね。いや、直接言ってきてくれる人いないです。なんかインスタとかツイッターでは来ますけど、直接言ってくれる人って少ない。インスタとかツイッターでだからダイレクトメール的なとか、リプとかで来ます。それはダメです。でもそれってみんなに言ってる人もいるじゃないですか。みんなに I love you とか言ってる人もいるし。 I love you ね、それ外人っすやん。そう、キースミーとかケントデリカットかな。知らん言うてるやん。ちょっと知らない、わかんない。おお、やっと当たった。やっと、チャイナドレスがまた素敵。スイッチオン。あー、ダメだった。レボリューション。大月響きピンチ。あー、ダメだ、やばい。アイカさんってちょっと雰囲気変わりましたね。あ、本当ですか？髪切ったからかな。何やろう、なんか変わった。大人っぽくなったんですかね今ですか？はい。あ、本当に伝えておきます。はい。一回だけ会ったことあります。え、なんでですか？お店に来てもらって。お店に？あの、来店イベントで。ああ、びっくりした。何のお店？何のお店だ？なんか、いろんな女優さんに会ってますね。
そうですね、なんかそういうのがなんか流行ってた時があったんですよ、呼ぶのが。大月さんもね、ぜひいらしてください。あ、どこにですか。あ、こいつのお店に。あ、ぜひ。あ、いいですか。いいです。え、お願いします。何するんですか。じゃあみんな、こんにちはみたいな。 あ、そういうことか。ちなみに、波多野さんと愛香さんも動画収録で僕の店来てもらったことあります。本当ですか。はい、肩のにお尻掘られませんでした。大丈夫ですか。僕ね、現地行ってないんですよ。あ、そうなんだ、はい、じゃあ大丈夫です。だから大月さんもじゃんじゃん来てください。あ、ぜひ。トミーのエリアにぜひぜひ呼んでください。私、フッカルなんでどこでも行きます。よっしゃ。うわー、はい、うわー、やばいな、もう勝てる気せんな。やった、なんかプレゼントもらっちゃった。この大月さんの傷シーンないの。ありますよ、撮りました。出ないですね、なかなか、ね、キスできないですね。あ、こっちは阿部のとキスですよ。わかりました。安倍のミクさん、もう生はそらダメだから。いいですよ、もうラップ越しにチューしましょう。ラップ付き破ってきそう。わーい、どうにかしてやろうとするなよ。大月さん、勝ちました。あ、勝ちました、やったやった強い。うわ、情けな、使えねえ、やった、誰も望まねえ。うわ、今日トミーの全裸見て終わりか。情けないっす、うん、すいません。はあ、裸になりたかったな。なりたかったな。はい、それじゃあお疲れ様でした。よっしゃ、お疲れ様でした。大月さんに思い知らされたな。2連敗、2連勝しました。あなた裸にならないといけない。何知らんかって、なんか首カクカクなってる。あなた裸全裸や言われてました。どうするんですか。とりあえず行けるとこまで行きます。あ、すごい全裸ですね。ええ体してるでしょ。すごい、あ、乳首黒い。乳首が黒い。じゃあ何でもこれだけじゃあれなんで、はい、どうぞ指示してください。え、ちょっとあの乳首動かしてみてください。それちょっといけるかも。あやだ。言うとる方がやだって。やだ。もうこれでいいんですか。じゃあ、どうしようかな。尻文字とかします。あー、いや、いいです。なんて書きましょう。なんて書いていい。ジューシーハニーのハニーで。ハニーで、はい、じゃあカタカナですか、ひらがな。はい、カタカナで。ジャパニーズめっちゃ見たそうや、ね、めっちゃ見に来てんねん。何が面白いの。はい、ありがとうございます、トミーさん。とりあえず、まあ、大月さん喜んでくれたんで。多分ね、あの動画見てくれ、吐きそうだと思う。そうやね、うん、多分もうあのバットがいっぱいブーイ。はい、ということで、はい、はいはい、もうなんかようわからんかった罰ゲームやりましたんで、はい、今度お絵描き対決ね、今日の1枚やりましょう、はい、ここはトミーの得意分野なんで、そうです、ここだけで、ね、まあね、なんとか勝って一矢報いたいなと。一応ね、うん、トミーはもう一応2回分の罰ゲームやったん で、 そうです、ね、ここはまたリセットして、うん、トミーが勝てば、はい、大月さんに罰ゲームやってもらうから。ただ大月さんが勝つ場合もあるんでね、ま、その場合あなた、これもうこの先がどうなるのかっていうところです。おう、次ご褒美ですけどね。そうなの、もうそれともその先からまだなんか出ますよ。ほんまに、ほんまに。ちなみにこれは本当に構成に天の声が、私が、ジャンプジャッジします。そうですね、はい、もうあなたが裸になっててもう一回行こうが、ね、来たことじゃないですから、うん、ちょ、タイトルが、はい、今回はまあこんな水着がいい、理想の水着ということで、うん、ちょっと願望がられてますね、今日のね。そうです。よだれてた。
なし得なかった願望が。それをちょっとお互い書いて。なるほど。僕は女性に着てもらいたい水着ですね、私は。なるほど。で、響さんはご自身で着たいような水着ということで。はい。じゃあ、おじさんお願いします。はい、私が着たい水着はこちらです。おうまっ。男性のおすごいおてての水着。やば。あじゃーん。ちょっと上手ですね。これね、おうん、うまいんですけど、うん、水着湯で海で大体着るじゃないですか。うん、心霊です。これね。いやいや。あ、男性のおてて、要は彼氏とかでそうしていただきたいということ。なんかその彼氏だったら彼氏の模型を取って。模型？模型でそのモデルにした。手を取るわけじゃないですよ。手を取る本当の手じゃなくて。ああ。そういうデザインの。いいっすよ。どうどう。あじゃなくてやろうとするんだ。やろうとする。ああそうです。はい、裸になってからの距離の詰め方がすごい。手ベタベタしそう。まあ私が、はい、やっぱり来ていただきたい、はい、女性に絶対来てもらうっていうのはやっぱね、はい、これ海番あ、え何ですかそれ貝貝貝出てきてるあ、ホタテ貝みたいなホタテこれそう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 これちょっと僕ね武田久美子さんみたいなね、うん、悪を言うなよ、はい、これ僕目見えないんですけど何ですかそれちょっとありますあの胸とかいや一応こうやってやってるんですよみたいそうでしょ、サチ薄そうなそれではじゃあジャッジしたいと思いますお願いします頼む今回の勝者は水着はやだ、水着はやだトミーやだーこれジャッジの理由はなんで心霊対決やからよし心霊対決じゃないですよこっちの方が怖かったうそやりましたやりましたじゃあということでちょっとこの後あれですねいよいよ膝に、はい、ちょっと水着になっていただいて、その動画は最後に送るような感じで楽しみだな、はい、おしまいさせてじゃあトミーちょっと締めていただいてよろしいですかはいではですねまあちょっと私的にはいいところ全然ねあの見せれませんでしたけど、はいまあ、ある程度あの一連の流れも取れたですし、まあ、大月さんもすごい、ね、楽しんでいただけたんじゃないすごい出てらっしゃる方みんな可愛かったです ね, ね, ね楽しかったですし私自身も初めて今日打ったので、はい、打ててよかったですあの自分が出た台を、ねはい、みんな出てるので、はいはい、ということで楽しませていただきましたのでここで終わりたいと思います、はいはい、どうも今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたということでお絵かき対決見事私が勝利しましたからいよいよですね、あの罰ゲームとしてですね、もう一枚脱いでもらおうじゃないかということで、やってまいりました。水着タイムでございます。皆さん、やっとです。やっとかそうございます。どうですか、心境は。はい、恥ずかしいです。かわいい、この顔。いいなぁ、この顔。それでは、はい、ちょっと私もちょっとカメラ用意しますから。なんでですか。やだ。一緒にちょっと。舐めるようにとらせてもらいましたお願いしますふぅすげえ、はい、いいよいいよやだそんなに大人になったんだホタルよお前いつの間にそんな大人になった Oh, oh, oh.